遅刻か。やっちまったな。私は悪くないもん。誰かさんがダブルチョコドーナツ食いたいって言うからだ。まあちょっとは悪かったかも。邪魔すぎ。飛び越えればいいだろ。そうだった。私ってば忘れんぼ。ここはさすがに無理だって。流行りのパルコンロでもしてみるか。え、何の話？走って壁から跳ね返ればいいだろう。待って、もしかしてパルクールのこと？腕力で勝てないかって汚えまでしやがって。めぐみ先生、あなたたち廊下で何してるの？チャイムの音が聞こえなかった？はい、鳴った後に来ちゃったみたいで、もうすっごい遅れたんですよ。はぁ、とにかく早く教室に入りなさい。それから行動には気をつけること。あなたたちからナイフを離さないからね。目を離さないの間違いじゃ。何？私に口答えかしら。放課後校長室でじっくり話し合った方が良さそうね。いや、なんでもない。後で耳かっぽじっときます。それじゃ失礼します。ええ、また。遅刻だぞお前ら。一週間居残りな。ああ、いくらなんでもやりすぎだろ。そもそもこいつ誰？先生に口答えか。もう一週間追加だな。喧嘩なら買うぞ。そうだそうだ、ドーナツ食べたかったんだから仕方ないじゃん。この学校はもう俺たち一家のもんだ。だから俺たちがルールなのさ。お前みたいなやつの言うことなんて聞くわけないだろ。あのドーナツまた食べたいな。はい、退学決定。龍一、龍二、こいつらを窓まで案内してやりな。何この K-POP アイドルみたいなやつら。玄関までだろ。いいえ、窓だ。学校ステージが終わんの前回より早かった。何何、どういうこと？なんでもねえよ、こっちの話だ。ねえ、学校おかしくなっちゃってない？いつもおかしいけど、そんなレベルじゃないって。そうだな、原因を探ってみるか。絶対疲れるやつじゃん。ああ、俺も行った瞬間後悔した。家でテレビゲームでもして考え直そう。テレビゲームは楽しんでる？最高だよママ。あのアイテムは今度こそ拾えよ。オッケー、ありがとう。ところで今月って学校はお休みなの？ああ、ボコボコにしたヤクザが学校を乗っ取っちゃってさ。だから学校に行けなくなりました。そういえば
ヴァンパイアパンチャーの続編が今日発売されたって聞いたような。それは本当か？ショッピングモールのゲームショップで販売してるそうなんだけど、数はかなり少ないみたいなの。すでに出遅れたってわけか。絶対続編やった方がいいよ。さっさと買いに行くぞ。行ってらっしゃい。殺人事件は勘弁してね。あいつらが家から出てきたぞ。お前らには懸賞金がかかってるんだ。みんなやるぞ。ゲーム買ったらすぐ帰ろうぜ。速攻は無理かも。なんかお腹気持ち悪い。2ヶ月も座りっぱなしだったのはまずかったか。これまでの経験値が水の泡だ。それかジェリーナチョビーンズの食べ過ぎ。喧嘩のやり方も忘れちまったな。一から勉強し直すか。勉強？
学校やめた。だからもう勉強なんかいいじゃん。Thank you.
今はショッピングモールを探してるところだ。そうだったんだ。それだったらモールで新発売のたこ焼き抹茶スムージーも飲んでみて。うわ、まずそう。うん、まずいよ。ゲーム屋がどこにあるか知ってるか？それってテレビゲーム？それともボドゲだったりする？仏？そういうのは興味ないんだけど。違う違う、ボドゲっていうのは盤面とか二重面ダイスとかを使って産地チェックとかをする。うん、あんま分かんないよ。まあいっか。テレビゲーム屋さんならモールの反対側にあるわ。場所送ったくね。ありがとな。変な奴に絡まれないよう気をつけろよ。じゃあね、香織。あ、その前にちょっとまったりしない？まあ、そんなの二人には似合わないか。